えい、ダブルピース、イエイエイイエイエイ。さあ行きます。7番グリッド、カーナンバー10番 RS ゲン、相田秀人選手。あ、集中モードですか。ちょっと手ピクって動きましたけどね。あ、 OK です、ありがとうございます。さあ8番グリッド、カーナンバー12番、チームオーガスト、原本秀信選手。今日はパンサークラスです。行ってみましょう。9番グリッド、カーナンバー6番、ハース、山下浩二選手。ありがとうございます。さあ続いて10番グリッド、カーナンバー11番、 RKT 森、島根高田尾選手。さあ以上が上位10名のドライバーになります。さあ11番手以降のドライバーも紹介してまいりたいと思います。11番グリッド、カーナンバー20番、 RS ゲン、須保翔吾選手。12番グリッド、カーナンバー44番、三貞 PWG レーシング、真原修選手。13番グリッド、カーナンバー34番、ジャパン R 石井誠選手。14番グリッド、カーナンバー26番、ウィンディ松田龍二選手。15番グリッド、カーナンバー17番、 RC ピンク小林大輔選手。16番グリッド、カーナンバー15番、 RC ピンク高橋正美選手。17番グリッド、カーナンバー21番、 RS ゲン安藤春彦選手。18番グリッド、カーナンバー23番、 RS ゲン吉川誠選手。19番グリッド、カーナンバー9番、ガレージカイト山平家久選手。さあ以上19台でパンサークラスの決勝ヒート、まもなくスタートになります。スタートディレイドですね。スタートディレイド、もう1周となりました。まあ、ちょっと路面温度も低いのか、この辺りもう1周ということになりました。さあスタート仕切り直しで、さあゆっくりとペースを落ちてきましたよ。さあこの周はスタートを決めてくるでしょうか。シグナルはレッド点灯、レッド点灯中メインストレートに帰ってきます。ポールポジションは画面向かって右側、赤いカート、カーナンバー3番若葉選手。シグナルブラックアウトで決勝ヒートスタート。さあ3ワイド、4ワイド、5ワイド、さあ横に広がって1コーナーのイントリ合戦が始まった。さあここはですね、難なくやはりカーナンバー3番ポールスタートの若林選手がスタートを決めていきました。2番手にはカーナンバー8番の塩田選手、3番手には斉藤義方選手が上がってきてますね。斉藤選手は5番手からここ3番手まで上がってきました。塩田選手に続いてイン側のドライバーが3台続いてきているという感じでしょうか。あれ、石谷選手どの辺ですか。石谷選手は石谷選手5番手ですね。現在5番手を走行中ですね。さあトップ若林選手ですが、石谷選手セカンドスタートから順位を落としてしまいました。さあピットロード、カートが戻ってくると思います。ピットロードご注意ください。カート戻ってきます。さあ若林選手このまま逃げてしまうのか。2番以降のドライバーこのまま逃がしてはなりませんよ。若林選手このパターンね、どんどん逃げて必勝パターンに持ち込まれちゃうかもしれませんから、早めに手を打たないと逃げられてしまいます。ただそのね、今日速さを秘めている石谷選手、石谷選手が現在3番手を走行中ですね。いや4番手ですね、4番手を走行中なんですね。こうやっぱりウェイトがある分ですね、こうブレーキングからターンイン、この辺りの動きっていうのがやはりこのたった3キロかもしれないですけれども、この3キロがやっぱり効いてくるんですよね。カートの場合はやはり、まあ
遠心力は自乗倍ですから、3キロのものサザンが9キロ、まあ、そういうふうに、ね、速度が増えれば増えるほど、重さ その質量というのは結果として大きく作用する、こちらは変わっていきますからね。さあ逃げる若林選手、そして2番手で追いかける塩田選手、そしてその後ろ3番手争いは斉藤義方選手と石谷選手となっています。カーナンバー16番の斉藤選手、その後ろにはカーナンバー1番の石谷選手、3コーナーで入った、ここはね狙っていましたね。石谷選手3コーナー確実に入っていきました。さあ斉藤選手、ここで仕掛け返さないと再びね前で出られ行かれてしまいますからね。しかし6コーナー狙いましたが、ここは入れない。さあ石谷選手が順位を1つ上げて現在3番手を走行中です。さあこうなってくると石谷選手の追い上げというのが1つ注目ポイントになってくるのかなと思いますが、現在5周終えて6周目、残りは10周あります。まだまだ先は長いですからね。パンサークラスの決勝ヒート、残りは10周です。さあトップはカーナンバー3番の若林選手、2番手にカーナンバー8番の塩田選手、そして3番手にはカーナンバー1番石谷選手がじわっと順位を上げてきました。4番手にカーナンバー16番斉藤選手、5番手にカーナンバー7番安藤選手、6番手にカーナンバー10番相田選手と続いています。さあ7番手にはカーナンバー12番の原本選手、8番手にカーナンバー4番の長谷川選手と続いています。さあラップタイムはでもですね、やはりトップグループ見てみると現在3番手を走行中の石谷選手が速い、石谷選手のラップタイムが前2台に比べて後半2秒程度は速いですから、石谷選手ここはですね残りの周回数考えてきても追いついてくるでしょう。また先ほど交わした斉藤選手との間隔を見ても確実に大きく開きをつけてきてますよね。さあしばらくはこのなんとか追いつくというね追いつき体制を築き上げた石谷選手、3番手からどこまで追いつくことができるのか、このあたり注目していきたいなと思います。さあそしてその後ろ4番手争いに動きがありました。安藤選手3コーナーで1回パス、斉藤義方選手をパスしてカーナンバー7番安藤選手が4番手に上がりました。斉藤選手は5番手ですが6コーナーで切り返すか、斉藤選手が6コーナーインに飛び込むサイドバイサイドで立ち上がってくる。さあギリギリのバトル、斉藤選手と安藤選手が前に出た。さあその隙をついて空いた選手が入っていった、さらに長谷川選手、さあ空いたところに入っていった。この時代ちょっと言いにくいですね、空いたところに空いた選手ってどっちやねん、すいません偶然が重なりましたね。いや本当カートって素晴らしいですね。さあそんなわけで再びトップグループにじゃあ目を戻してみましょうか。トップを走るのはカーナンバー3番若林選手、2番手に塩田選手はねつかず離れずといったところで同じような感覚をピッキープしたまま2番手を走行しています。そして先ほどと比べても確実にこの3番を走るカーナンバー1番の石谷選手追いついてきました。これは残りはね今9周終えたところですから、残りは6周となったところでこの感覚狙えますね。射程圏内に入ってきましたね、まあ、確実に射程圏内に石谷選手入ってきました。さあ先ほどねちょっと前に抜かしたなと思ったんですが、もう画面上見てもですね4番手とこれだけの大きな差なかなか映ってきません。今映ってきましたね。さあトップ3台に対してその後ろ4番手とは大きな差が開いてきました。さあここに来て2番手を走る塩田選手がペースアップしてきましたね。塩田選手がペースアップしてきました。さあ緊張感が増してくる3コーナーで塩田選手が仕掛ける。さあ塩田選手がトップに立った。2番手に若林選手、3番手に石谷選手。さあレースの動きが出てきた。6コーナーで行く若林選手が行く、さらに石谷選手もイン側に飛び込む。さあサイドバイサイドで立ち上がってくる、同じチーム員同士だがここは石谷選手前に出た。さあレース後半にかけて
ドラマが生まれるか。石谷選手1コーナーインが狙う、サイドバイサイド1コーナー行った、若林選手ここは引いた、行き場がない、行き場がない、ここは引いた。さあさらに塩田選手も割って入る。さあ今年は飛躍の年になるか。現在2番手を走行中の下選手、サイドバイサイドギリ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 少しね接触がありました。真壁選手もちょっとごめんねと合図をしながら、まあ、この辺はレーシングトラブルか。さあこうなると石谷選手展開一気に楽になったか、石谷選手展開は一気に楽になったか。トップは石谷選手、そして先ほどの4コーナー2番手争いのところで間隔を後ろとの間隔を大きく開くことができた。12周を終えて13周目、残りは3周、残りは3周となりました。さあトップを走るのは石谷選手、ラップタイム的にもペースが速い石谷選手がトップに入り咲きました。さあこの辺りでも今回また勝つとさらにもう3キロウェイト乗るわけですよね。そうすると次戦は再びまたちょっと厳しくなるのかなという感じがしますが、まあその辺のねウェイトをもろともしない今日は走りを見せつけてますから、あ今日の結果次第では次戦、まあ、どうなるのかちょっと期待したいなとは思いますが、さあしかしながら若林選手現在2番手ですが諦めないんですよね。ここから絶対諦めないんです。若林選手はこのまましぶとくなんとかいけるところまで追いつこうというところで確実にペースが上がってきますよ。さあトップが入れ替わったところで若林選手のやっぱりラップタイムが上がりましたね。追い上げモードスイッチオンとやる気スイッチが入りました。さあファイナルラップに入ってました。若林選手前傾をしてストレートを抜けてくる、追いつくことができるか。3番手の塩田選手は少しトップ2台に対して離れてしまったか。さあ確実に若林選手感覚は詰めてきてはいるが届くか、このまま逃がしてしまうのか。さあトップはカーナンバー1番石谷選手、イメージアットゲイン石谷選手がトップ。さあしかし感覚をここでまた詰めてきたモナコエピア、どうだ、さすがにこの感覚は厳しいか。どうやら決めてきた。最終コーナーを抜けてトップでチェッカーを受けたのはカーナンバー1番石谷久彦選手、トップでチェッカー。2番手にはカーナンバー3番若林選手、3番手にカーナンバー8番塩田選手、4番手にカーナンバー7番安藤選手、5番手にカーナンバー10番相田選手、6番手にカーナンバー16番斉藤義方選手というところで暫定ですが、そのような感じでレースが終わりました。さあパンサークラスもいいレースでした。結果的には2連勝、オープンで2連勝を決めました。さあそれでは優勝の石谷選手にインタビューしてみたいと思います。いやーなんとなんと2連勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか今日のレースは。きつかったです。なんかちょっと余裕じゃなかったですね。やっぱ今回展開もありましたけれどもなかなか厳しそうでしたが、でもレースを終えてみてほっとしました。いい結果でしたね。どのあたりがターニングポイントだったなって今日のレース。まあ、あのスタート決勝スタートを思い切りミスしてあの6番手ぐらいまで落ちた気がしたんですけど、あどうしようって開き直れたところかなと思います。
なるほど、そこでこう思い詰める、落胆するのでもなく、まあじゃあ、行けるとこまで行ってみるか、そんな気持ちだったんですかね。こんな感じですね、こんな感じです。まあでも、今日も優勝できました。これ、ウエイトまた積むんですか。そうなりますね。ウエイト3キロって実際走っててどうです。やっぱりあの立ち上がりがどうしてもなかなかついていけない部分があるんで、そこをなんとか6キロになれば、ちょっとなんか魔法をかけてこようかなと思ってます。魔法楽しみにしてます。次戦も頑張ってください。おめでとうございます。どうもありがとうございました。